マルダーアイは第二次世界大戦期にナチスドイツが開発した対戦車自走砲である。1940年のフランス占領により数百両を旅客した方権員車、装甲輸送車であるロレーヌ37リットルをベースに7.5センチメートルパック40追戦車砲を搭載している。正式名は7.5センチメートル40式1型対戦車砲。 搭載路例の牽引車型自走砲で、マルダーは、天の意味。正式番号 SDKFZ135。資料によってマーダーもしくは、マルダーと表記される。バルバロッサ作戦の初期段階から、ドイツ国防軍は、牽引式の対戦車砲や、愛護対戦車自走砲といった装備よりも、より機動力に富み、より強力な対戦車対策が必要であることを、実感していた。 この要求は1941年末期から緊急課題となった。これはソ連が新しい戦車を投入してきたためである。暫定的な解決策として旧式となった通号戦車や路角したロレーヌのような車両を対戦車自走砲に改造することが決定された。これがマルダーシリーズで7.5センチメートルパック41追戦車砲か、 ソ連から大量に露飼した F-22-76mm 野砲を改造した 7.62cm パック36対戦車砲を搭載することとなった。マルダーアイは1942年5月にドレーヌの車台に 7.5cm パック40追戦車砲を取り付けて開発された。本車はエンジンが車体中央に配置されていたため自走砲向きの設計で 車体後部の乗員用コンパートメントが撤去され、代わりに砲とオープントップ式の戦闘室が設置された。これは消火器による銃撃から乗員と砲を守るため、10から 9mm 厚の装甲板で構成されていた。170両のマルダーアイが、ドレーヌの車台から改造された。また数十両の単位で、他のフランス軍戦車から改造された、対戦車自走砲も存在した。 最初のマルダアイは1942年の東部戦線に投入され、不評志願の戦車両兵大隊に配備された。しかしこれらはすぐにフランスに構想され、そこで用いられた。これはロレーヌ牽引車や他のフランス軍車両からの部品調達が容易であったのが主な理由である。そして連合軍のノルマンディ上陸作戦以降、 フランスなど西部戦線で実践に参加した。ありがとうございます。